昨日今日1本ずつのナバーロ。清田の先頭打者ホームランで幕を開けた第2戦ですが、それ以降点が取れませんでした。ここまでのロッテ、さあ追い込んだ。確かにね、表情を見てもなんとなく昨日よりは穏やかそうな感じがありましてね。まあ3点差っていうのもあると思うんですけどもね、はい、かなり余裕はありますよね、はい。セーブのつく状況という点差の中では最大の点差が3点。もちろんまあこういうポストシーズンですからセーブがつく云々は関係はありませんが、三振、タッチしてアウト成立、ツーアウト。さあ福岡ソフトバンクホークス、シーズンでは優勝を逃した。パシフィックリーグの3連覇こそ逃しましたが、3年連続の日本シリーズ進出をかけてその一歩手前、ファイナルステージ進出まであとアウト1つになりました。去年のファイナルでもホームにロッテを待ち受けて、アドバンテージを含む4勝負けなしで日本シリーズ進出を決めました。追い込みます。本日の方はいい形で早めにサバケが追い込みます。このシリーズ打線もつながってさまざまな選手が躍動して、ロッテを破りました。最後の三振で締めくくりました。サバレ、ソフトバンク、クライマックスシリーズファーストステージ2勝でファーストステージ突破。リーグ優勝の北海道日本ハムファイターズが待ち受ける札幌ドームにソフトバンクが乗り込むことになりました。